こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、やりきったぞーっていうものをね、ちょっと振り返ってみようかと思います。私もね、なんかこういろいろとコツコツと凡事徹底しながら、これはやりきったなってものを、その分かりやすいものでね、確認できるものがいくつかあるんですよ。例えばね、私40歳で初めてパソコンを使っていわゆる情報ビジネス、インターネットビジネスの世界に参入しました。それまでは私は麻雀店をずっとやってましたんで、麻雀しかやってこなかったですね。毎日ですよ。毎日朝起きたら麻雀ローンポーンチーローンとかやってね、でゲーム代お願いしますとか言って、ありがとうございましたみたいな感じで接客しながら麻雀をするみたいな日々でした。何の成長も進歩もありません。麻雀に慣れただけです。本当それだけです。何のスキルアップもありませんでした。目指すものも特にありませんでした。なんとなく借金を返すためにやって、借金がどんどん増えるだけでしたね。何もなかったです。で、40歳の時にこれじゃいけんなと、なんかで突破口をと思って、当時ね、ヘリコプターでそばを食いに行くやつがいるみたいな、それはアフィリエイトで稼いでるらしいということなんで、アフィリエイト、インターネットビジネス、こういったものに興味を持ってね、その世界の門を叩いたわけなんですけども、私の場合は自己アフィリエイトってものを始めて、最初からね、3日間で十数万ですか、15万ぐらいが売り上げ作れたんで、それを人に教えることによってね、教授代金っていうのをいただくようになりました。で、インターネットビジネスを始めて、自己アフィリエイトを始めて、初めてやったのが6月14日でしたけども、それから1ヶ月後7月20日までにはこの35日で80万円の現金を手にしていたということでございます。プラスアルファ自己アフィリエイトの報酬もあったということですね。で、自己アフィリエイトの方はまだ入金がないですからね。最初のこれはやったぞっていうのがね、この80万でした。私がね、あまり経験したことのない月収だったですね。しかも新しいジャンルに新人として参加してアフィリエイトをやって、最初の35日1ヶ月で80万ということでしたね。これ一つ目ですね。それから3年経って1人で1億円突破、これ売上を突破したということです。これも大きかったなと思いますし、インターネットビジネス始めて半年ぐらいで月収100万を突破したということですよね。当時、セブンカードプラスというね、セブンイレブンのクレジットカードのアフィリエイトを PPC 広告でやってたんですけども、一晩に20件ぐらいの売り上げがあってですね、月収で100万突破したということでございます。これもやったぞって感じですね。それから時は流れ、2017年にこの家を一括で購入した時、これもやりきったなと思いましたね。これローンなしで買えるんだみたいな、自分なんだこれがとかね。本来でしたら45歳ぐらいでね、あと20年間のローンが残っているはずの住宅ローンありませんというね、ローンがないと家がドンと買えたということでございます。これもやったなってことですよね。で、その頃には自己アフィリエイトをね、3年間で300万以上の売り上げを立てたっていうのも、もう過去の遺物、過去の栄光でしかなかったですし、じゃあリアルタイムにやってきたことっていうのは自己アフィリエイトでなくて、斉藤亮さんのアフィリエイトが月収の200万から300万を叩き出していたという、そういうふうな現象ですね。これもやったな、やりきったなっていうところでございます。こうやってカメラの前で堂々と何度でも言えるような、やりきったぞっていうところですよね。これ単なるね、自慢に聞こえるかもしれませんけども、これは自慢してもいいレベルだと思いますし、自慢というよりもこれはやったんじゃないかなっていうふうな確認ですんでね。だからあんまり腹を立てないでくださいね。で、ずっとね、その間吉田さんが私の変化、これを見ていてくださったということでございます。初めて100万円の商品を6人に売った時、600万の売り上げを3時間で立てた、そんなセミナーも終わった後に吉田さんに報告しましたしね。いや、みるみるですよ。みるみるこうなっていったってことです。おそらくここまでの、実績を出しながら やりきってきたね、40歳っていうのはなかなかいないんじゃないかなと私も自負するところなんで、同時に40歳以上の方でも私は希望を与えられると思ったんですよね。これで人の役に立てるなと思いました。40代、50代、60代の人、インターネットビジネスね、挑戦してもらって、1年できちんとやったらこういう風になるということですよ。1年じゃないですよ。最初の1ヶ月で80万円手にすれば結構良くないですか、これ。と思うんですよ。しかも、働き詰めべったりじゃないですからね、その最初の35日。セミナー1回やって終わりですからね。だからすごく私はいいなと思ってるんですけどね。そんなところですかね、やりきったぞっていうのは。それでこれから何をやりきろうかなっていうことは考えてないんですよ。とりあえず私は目の前のことをね、懸命に掘り下げるだけなんですよね。それだけですね。一瞬一瞬を燃え尽きる完全燃焼、明日のジョーになるだけで、
特にね、余力を残してやろうとか、次の戦いに備えてやろうっていうことを考えずに出し切っていきますね。情報発信も出し切る、出し切って出がらしになるまでやって、それで一息つく前に次の重点が始まるっていう感じですかね。まあやりきるやりきるやりきるぐらいしかないんじゃないですかね。だからね、本当に何の悔いもないですね、いつも。まあ、悔いが残らないから、もうやり残したことがないんで、次にまたね、新しいことに取り組めるんじゃないかなと思いますけどね。やり残したことをもう一回やり直すっていうのは本当あんまりないかなと思います。まあ、後悔せずというか、後悔を無視するっていうところなのかもしれません。私もね、かなりの落ち度はあると思うんですけども、そんなの気にするよりも、新しい挑戦によってね、新しい自分の可能性にチャレンジしていく、そんな日々だと思うんですけどね。まあ吉谷さんも似たような感じじゃないですかね、それは。じゃあね、もう今年も終わるんですけども、吉谷さんの方のプロモーションも佳境に入ったと思います。佳境の佳境院ですね。良いお年をって感じですけども、良いお年をというのは、ビジネスマンにとってはきちんと売り上げが立てられたかってこと、多くのお客様に素晴らしい商品を提供できたかってことに尽きると思います。吉田さんはやりきってますね。じゃあ今日も頑張っていきましょうか。いってらっしゃい。